八人、グループヘイ、セイ、ジャンプの山田涼介が、28日発売の雑誌、フラウ11月、講段社表紙に登場する。一冊丸ごと、サステナブなビューティーを大特集する今合では、様々な角度から、ビューティーを再高山田が語る、美、里は、2007年にデビューして、以来第一線をしたり、つい先頃には、ラブストーリー映画初主演、発表。 7月に発表された国宝級イケメンランキクのアダルト部門でも第2位にランクインと言としてもアーティストとしても絶え間な進化し挑戦を続ける山田が紡ぐ美しさにサコ30代に入り持ち前の圧倒的ビジュアルに皿大人のムードが加わった印象の山田ご自身形作る美しさとは何だと思いますかとの投げかけには自分のことを 美しいとか、かっこいいと思ったことはないと前置きしつつ、アイドとして歌やダンスに本気で取り組みながら、YouTube のゲームチャンネルや俳優業にも当然、真剣向き合う。その意外性が自分のアイデンティーだし、生き様の部分で後輩たちにもインピレーションを与えることができたらうれいと話す。撮影は7月の終わり。夏真っ盛りの馬。 スタジオの空調に不具合が生じ、うだるよう暑さの中でのシューティングに、涼しい顔で、と含めたサンポーズを着こなし、ロングイン、ビューには真剣な面持ちで応じた。過酷な女下でも全く動じることなく、貫禄さえも自させる、スターの風格に、スタッフ一同、美し、を見たのだった。8ページでの特集となる。サラ、混合では、何は男子、 藤原上一郎も登場。ジ・ニーズ・ジュニアに入ったばかりの頃、先輩たちがして、ジでスポットライトを浴びて歌って踊る姿、見たファンの方々が一斉に笑顔になるのを見、究極の美しい世界案。と衝撃を受けたとい、藤原。入所からデビューまで17年間という下積み期間に、表面的な美しさやかっこよさだけでなく、 自分なりに輝く方法を模索したという、んな藤原念願のデビューが発表された瞬間、人生で一番美しかったと振り返る。撮影中にカメラマンの動きに合わせて、時にクールに、にお茶目にポージングをし、インタビュー中は、編集部からの質問に、遠い側面に答えるな。藤原の人間力に、スタッフは感嘆するばかり、久を感じる、ものや、ことを聞いてみると、 思う、もよらぬ答えが飛び出す一幕も、これからもラキラだけじゃない、美しさを見せて生きた、と語る藤原。ずっと心がけている初心を教え。6ページの特集となっている。美しきアスリーといえば、文句なしに、名前が上がるのが、2022年7月19、にプロ転校の会見をした、羽生譲る、長くハブ、撮影し続け。 写真集も観光しているフォトグ、ファーの矢口徹氏が撮影した、転校後の複数、アイスショーや、練習の時のオフショットの、プロ転校後一年の軌跡も掲載。2015年からハブを在し続けている、放置新聞社の高木恵氏の文と共に、人間として美しいハブの魅力を届け。この他、アンミカ、池田美優、芥川小作家、本、ゆきこ氏が語る、 美しさの正体、エシカルコス、辞典ほかが収録されている。